こんにちは。おいしいもんが食べてよしだよ。おう、今日はよ、めっちゃご簡単でドゥレミアラーメンアレンジ、これやってくでよ。最後まで見てったってちょうよ。ほんなら行こうやか。このチャンネルではおいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、ではね、まずは、材料を切っていきましょうかね。ちくわは1本でいいかな。ちょっとこれだと長いね。これ半分に切っちゃおうかな。はい、これはネギもね、ちょっと、どうしようかな。はい、ネギの辛みとかね、香りが強すぎるって気になる方はね、これ水にさらした方がいいですよ。私はもうネギ大好きなんでね、このまま使っちゃいます。はい、タケノコなんですけどもね、こうやって細切りに切ったやつ、チンジャオロース用にね、こうやって切ったやつがありますんで、もうこれこのまま使っちゃいましょう。一袋じゃ多いのでね、これ半分ぐらいにしておきますよ。ちょっとかな。よいしょ。はい、こんな感じ。さあ、沸騰してきましたね。じゃあとりあえずね、タイマーは1分30秒にセットしておいてくださいね。はい、じゃあこのスパイスもね、よ、先に入れちゃいます。でこの粉末スープもね、入れておきましょう。さすがに1分30秒だとね、自然にはほぐれないので、もう無理やりこうやって箸でほぐしてやりますよ。はい、さっきね、タイマーのスタートを押すのがちょっと遅かったんで、そろそろもう1分30秒ですね。はい、そうしましたら一旦ちょっと火を消して、この麺だけをね入れます。湯切りはしなくていいですよ。スープが全然入っちゃって大丈夫です。はい、もうね、多少残ってて大丈夫ですからね。はい、じゃあもう一度ここで火をつけまして、たけのこと、それからちくわですよね、これを入れて、さらにここへね、黒酢を入れます。そして、水溶きの片栗粉ですね。はい、そしてこうやってね、もう一回沸騰してきたら、卵をね、よいしょ、糸を引くように、でここでかき混ぜちゃダメですよ。しばらくね、こうやってそのまま放置してください。はい、そーっとこうやってね。はい、じゃあ出来上がりましたよ。これをよいしょ、で麺のね、塊になっちゃってるんで、少しほぐしてやってくださいね。見えてないか
このね、下からこうやってですけど、ほぐすようにね、してやってください。はい、ではね、ここから仕上げていきますよ。まずね、白いところのネギ、そして、緑のところもありましたのでね、せっかくですからこれも入れておきましょう。そしてこれが決め手です、ラー油ですね。これはね、辛いの好きな方は大さじ1杯ぐらい入れちゃっていいと思います。私はそんなに得意じゃないのでね、ちょっとこれ入れすぎたような気がするな。はい、札幌一番サンラータンメン完成です。はい、じゃあ早速食べてみますけどもね、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。くー、最高。はい、じゃあね、まずスープから。いただきます。はい、改めていただきます。めっちゃんこんや。美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。もうね、辛いのと酢でね、汗だくです。めちゃくちゃ体が温まりますね、これね。美味しかったなこれ。でもちょっと辛かったな私には。まあそもそもね、私辛いのがちょっと苦手なのでね、辛さの調整はね、最後のあのラー油、辛みはあれだけですのでね、調整することはできると思います。だけど辛みが全くないとなるとね、サンラーのラーがなくなってしまうので、ちょっとでもね、入れていただいたらいいと思います。足りない分はね、ごま油を少し、追加してやると風味が上がって美味しいですよ。いやー、それにしても札幌一番恐るべしですよね。美味しかった。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。料理は愛だ。またね。